はい、ありがとうございます。先ほどまではライサップっていうところで何をされてるのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、この動画ではちょっと視点を変えていろいろ聞いてみたいなと思ってまして、国際協力の中の NGO とか NPO の数って400から500ぐらいって言われてるんですけど、僕のイメージは NGO とか NPO は現地に沿った形で活動されてるケースが多いので、草の根での活動っていうところが主軸になっていくのかなっていうふうに考えてるんですけど、そこの草の根っていうところの難しさっていうところも含めていろいろお伺いしようかなって思ってます。実際なんですけど、NGO の人たちがイコール草の根っていう考え方は合ってる部分もあれば間違ってる部分もあると思うんですけど、概念的には合ってるんですかね。これは他の方が言ってたんですけど、はい、NGO は自分たちがやりたいことがやれるという話があって、ODA になってくると日本と、この国のとかっていろんなこうしがらみがあるかもしれないけれども、NGO の人たちって言ったのは自分たちがこの問題にこう取り組みたいんだって言ったのを実際体現できる。例えば環境で森林破壊をしているっていうような政府がいたとしたら、そういった政府に提言するとか、ここでこんなダムを作るから森林伐採をしているけれども、それって本当に環境的な負荷を考えたんですかとか、そういったことを言えるから、必ずしも NGO NPO が草の根だけをやっているわけではないとは思うんですけど、ただ数からするとそういった政策提言とかっていうよりも草の根レベルでの活動をしている人たちの方が多いのかなっていう印象はあります。なるほど、確かにそうですよね。割合の問題だけかなっていうところですかね。ありがとうございます。一方で NGO とか NPO の方って現地にどっぷり入って活動されてると思うんですけど、はい、草の根での難しさっていうのって何があるんですかね。目の前にその人がいるっていうことだと思うんですよね、というのが政策立案とか政策を作る制度を作るって、中央レベルで活動する、それこそ二国間協力とか多国間協力であれば、向こうのカウンターパートとなる相手の政府とかもそういったことをした方がいいよねとか、実際にするのは難しいかもしれないし、いろんな要因があると思うんですけど、大きな合意があるかと思うんですけど、それを地域に落としていくと、一人一人自分はこうありたいとか、この地域はこうだとか思っていることが違ったりするし、必ずしも我々が提案することにすごく乗っているわけではないかもしれないし、お前たち何しに来たんだぐらいから始まるかもしれない。おっしゃる通り、そっからっすよね。そっからっす、そっからっす。向こうからしたら異国の人たちが来て、ここで活動したいって何の活動するんだろうとか不信がありますよね、やっぱり最初は。僕らは多くがプロジェクト型、つまり1年2年3年とかで終わる中で、どうしても成果を出さないといけないとかってなると、とりあえず住民が 100% 分かってないかもしれないけれども、動いてもらわないといけないから、これやってくれたらこれだけあげるからみたいな感じでなっちゃったりすると、僕らが行く頃には次何もらえるんだろうみたいなところでもう住民さんは思ってたりすると、そこから理解してもらわないといけないとかってあったりするので、それがもし中央レベルだったら、このプロジェクトはこの制度を作るのが目的ですからって言って、向こうも保健省とかなんとか省のお偉いさんとかだと、そこら辺の理解が早いかもしれないんですけど、やっぱり住民さんって言ったのは、もしかすると小学校も卒業してない人たちもいるかもしれないし、一人親家庭の人たちもいるかもしれないし、そういったもういろんなバックグラウンドがある人たちの中で、じゃあ健康とか栄養とかって言ったのに自分ごとに考えてもらえるっていうのは、それは難しいと思いますね。確かにそうっすよね。草の根の中でもインフラとかを整えるとか、建物を作るとか、目で分かるようなものであれば、もしかしたら現地の方も分かりやすいかもしれないんですけど、そもそもの生活習慣を変えて健康を促進するみたいな考え方って結構難しいですよね。難しいんですよね。これを提言したとしても、その人が理解できるかどうかはまた別の話ですからね。なるほど、ありがとうございます。あともう一点お聞きしたいなと思ってるところがあって、とはいえ NGO で草の根で働いている難しさっていうのはあるんですけど、良さも僕はあると思ってるんです。良さがあるとしたら、どこが良さになると思いますか？やっぱり自分がやったことがその場で反応があったりとかっていうところなのかなと思います。なるほど。僕もラオスを離れる時にはいろんな方にまた帰ってこいよみたいな感じで言われたりすると、ここの人たちに自分は確かに足らなかったけれども、一生懸命皆さんの健康を考えたっていうのが思いが伝わったのかみたいなところですね、村の人の文脈で話をしてもらえると、そこの一員になれたような気がして、すごくやりがいはあったりしますね。そうですよね。草の根っていうところは、先ほどお話しいただいたアプローチする先と近いからこそ難しい部分がある一方で、
入り込むからこそその人たちがどういう変化があったのかっていうところも分かりやすいっていうところは良さっていうところですよね。そうですね。確かに。ありがとうございます。ちょっとじゃあまた視点変えてお聞きしてみたいなと思ってるんですけど、国際協力っていろいろなアクターがいると思ってます。アクターっていうのは国際協力に対してのアプローチをする立場の人っていう定義のもとなんですけど、例えば民間企業だったり国際協力機関であったりだとか、あとは NGO とかいっぱいあると思うんですけど、やっぱり NGO とかって営利目的ではない以上お金を外部から取ってこないといけないっていう課題がありますよね。はい、そこって結構難しいかなと思ってるんですけど、実際どうなんですかね。まずあの他のアクターとどんな違いがあるかっていうと、例えば本当に広く見るとですね、日本車を海外の工場で作ってとかっていうことをただただ単純なビジネスとしてやっていても現地に雇用が生まれていたりするわけじゃないですか。はい、そうですね。でその人たちは日本企業がそこで工場を作らなければお金を稼ぐという手段がなかったので、広い意味で見ればそれも現地の人たちの雇用を生んだとかっていう協力なのかなと思うんですよね。おっしゃる通り、僕も同じ認識ですね。だからそれを考えていった時に ODA とか国際機関とか、みんなそれぞれ後ろ側に何か抱えているものがあってっていうことの話をすると、多分 NGO、NPO の方々っていうのはこの人たちを助けたいとか、この人たちの生活が良くなってほしいとか、こういった問題に取り組みたいとか、その問題であったり解決したいこととか人の顔とかがあるんじゃないのかなと思うんですよね。企業とかだと最終的に自分たちの収益につながるといったところが目的で、その過程として工場を海外に置くとかって言ったのがあるかもしれないけれども、僕らが同じことをやったとしても、そもそもこの現地の人たちの所得を上げたいとか、所得を上げてこういった社会問題を解決したいといったところが多分スタートすると思うので、最終的に見ているものが違うんじゃないかなと思ったりしています。だから NGO、NPO の人たちだってもし手段としてビジネスがいいんだったら誘致したりするとか、工場をここで作るとか、そういったことをやってもいいとは思うんですよね。まあ、それぞれが持ってるスキルとかノウハウっていうのはそれぞれ違うんでね、ある一つの根本の課題に対してのアプローチの仕方の違いっていうところは確かにアクターの違いになるかなっていう感じですね。なるほど。ちょっと最後になんですけど3つお聞きしたいなと思ってまして、はい、佐藤さんってこれまで海外とかいろいろ行かれてたと思うんですけど、海外行ってるからこそ日本っていうのをどういう風に見てるのかっていうところをお聞きしたいんですけど、どうですかね。島国だから国境に陸続きで便していないといったところを見ると、他の文化にアレルギーがあるというか、っていうのはちょっと強いのかなっていう風に感じたりしますね。やっぱりそうですよね。確かに日本語しか話せないっていうところもありますし、他の文化をちゃんと取り入れていくっていうところも祝日以外はなさそうですよね。イベント以外はね。そうですね。はい、ありがとうございます。もう一点、佐藤さんから見て国際協力って何だと思います？国際協力っていう言葉が協力なのかなという話なんですよね。やっぱり新しいものを作っていった次の未来を作っていってるっていうのに協力っていう言葉が馴染まないなっていうのを感じたりしているので、だから国際協力とは何ぞやと言われると、そもそも国際協力って何だったっけっていう疑問が自分の中に湧いてくるんですが、自分の中では今思っているのが、かわいそうだから助けてあげるとか、もちろん何か災害が起きた時にみんなで支援するっていうのはそれはもちろん大切だと思うんですけど、僕らがやっているようなことって言ったのはきっと協力じゃないんじゃないかなと思ってます。なるほど。じゃあ佐藤さんが海外の人たちとコミュニケーションをするとかお仕事をするときに一番重要視していることって何ですか？それはやっぱり自分の物差しをどれだけ透明にできるかじゃないかなと思って、自分が無意識に引いているような物差し、自分の価値観っていうところをどれぐらい消すことができるかっていうところですかね。私も本当ラオスで昆虫を食べるっていうのはもう最初はすごい抵抗あったんですけど、今はもうおいしいおいしいってなってて、だからそれぐらい僕らが持っている先入観とか物差しって言ったのは、自分の中の発展にも悪い影響があるかもしれないなっていう感じです。はい、ありがとうございます。ちょっと今の部分がもしかしたらアドバイスにもつながってくるかと思うんですけど、今後国際協力とかに携わりたいなと思っている人たちにアドバイスするとしたら何ですかね？私はもう本当心配性だし、自分ができないということを理解しているので、かなり下積みを多く積んでいたんですけれど、どこで海外に行っても僕はいいんだと思ってます。一番最初に出て後から振り返るように自分のキャリアを積んでいく人もいれば、私のように手堅くというか石橋を叩くような感じで自分を先にデベロップさせてそこから行くっていうのがあってもいいと思うので、やっぱりまずはどんな形でもいいけど自分が納得する形でやればいいんだっていうふうに思ってもらったらいいんじゃないかなと思ってます。そんなにハードルは高くはないですね。高校行かなくてもいいから。
はい、ありがとうございます。今日は国際協力の中でも NPO 法人の事務局長をされてらっしゃる佐藤さんにお越しいただいたんですけれども、いろいろ NGO の裏側の部分もちょっとお話しいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。